最近のトレンドは何ですか？ストリートファイター。あ、でもストリートファイターですね。なんで急に格ゲーを？いや、なんか新しいこと始めてみようかなと思って格ゲーをやったら、やるかじゃあ。意外とおもろくて、天幕もあれでしょ、ちょっとやろうかなと思ってるでしょ。いや、もうね、誰かとなんかやりたいな。切実すぎない？マリカもな、なんかみやびやってみるよ、すごいね、元気よくね、2週間前に言ってくれてね、配信もね、レート上げるぜみたいな配信始めたの、みやびは。あ、はいはいはい、すごい。なんだ、本当にやってくれるんだ、やったーと思って。僕もね、みやびの2時間ぐらいやったの配信、その後30分ぐらいちょっとね、お邪魔させてもらったりとか、ね、ちょっと見たぞ、なんか楽しくやってたのよ。で、いやー、終わっちゃったなーと、来週はいつやるんだろうって思ったら、報告してたんで、一応もう二度と、やることなかった。彼がやることはなかった。ああ、もう、やめようと。え？マイクラを？誰かを襲って、一緒にこの、餌たくましようとするのは。もうその誰かがやってるものを、むしろ僕がやる。ああ、なるほどね。後ろから入ってきて、一緒にこう、混ぜてって、遊ぼうって言うと。そう。そっちじゃないと、これはもうダメだと。とか自分は続けることはできるけどね。この間さ、みやびエピソードだ。16時頃にマリオカートでもやらないって言ったの。個人ラインで。ええやん。でも既読がつかないと。ああ、で、翌日15時に、みやびが、ホロスターズ全体のラインに発言をしてたの。それが15時ぐらいなの。はい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 。で、みやび起きてるやん。で、既読つかないから、まあちょっと今日は無理なのかなって思ってたら、16時半に、ごめん寝てたって個人ライン来て、どういうことなん？どういう嘘って思って、むず。了解スタンプしか押せなかったけど。質問15時に質問して15時5分から16時半まで寝たんかな。じゃないとじゃない。なんか聞くのもさ、ちょっとなんか女の子みたいでさ。まあ言及するのもちょっとね、なんか違うしね。まあ別に、まあ無理だったなら無理だったっていいし、詰めるようなことでもないから。なんで正直にやりたくないという話をしてくれないんだろう。今日はちょっと違うからでいいのに、そんな部活休むためのなんか嘘みたいな、中学生の言い訳みたいな。いいよ、全然。今日は乗り気じゃなかったら、今日は乗り気じゃないって言ってくれてくれればいいのに。寝てる？いや、寝てないやんでしょ。バレとるよっていう。そりゃそうでしょ。ゴリゴリにバレとるよってね。だから、結構いろんな配信で、本当にやりたいのって聞くんだ。そう。心配なのよ。お母さんみたいな聞き方するもんね。みやび、本当にやりたいの？大丈夫？大丈夫なの？いいの？ OK ね。本当に？はい。はい、じゃあ、やりましょう。っていう感じ。